こんにちは、りょうこばばです。今年もあと明日一日になりましたよね。なんか一年経つのも本当早く感じます。特にね、なんか年を重ねるごとに、ああ一年早かったねっていつも毎年言ってるんですけどね、本当今年も早かったですね。それで今年最後のね動画を何にしようかなと思って考えてたんですけど、今年最後の動画はファスナーポーチ、直接ファスナーに糸を編みつけて仕上げるタイプにしてみました。私はどうもこのポーチを作ってから後からねファスナーをつける、縫い付け針で縫い付けるタイプがどうも苦手なんですよね。曲がったり両端の部分がねこっちとこっち両端がうまくこう縫い付けられなかったりするん で今回はちょっともう最初から編みつけて作るタイプを挑戦しようかなと思ってしてみました。目の幅とこの並びをちょっと気にしながらですけど、きちっとすれば見栄えはこんな感じでそんな悪くもないですよね。で中もこんな感じで綺麗に見えるので、これもいいかなと思って今回これに挑戦してみました。糸はですねここにあるんですけど、これがこの間ネットで買ったコットンテープカラフルという糸です。これはかぎ針がですね6号から7号なんですよね、普通に編むと。だけど今回は最初のこう編みつける部分だけはファスナーの布の部分に針を刺すので、かぎ針じゃなくてレース針の2号で編みつけました。こう針がね布にこう通る方がいいので、レース針の2号で1周をしました。で2段目からはレース針の0号でかぎ針も良かったんですけど、ちょっとここのねファスナーの長さに対してこの目をどのくらいにするかがちょっとわからなかったので、私は片方を68目で向こう側も68目、そして68目編んで次向こうに渡る時に1目鎖編みをしました。ここに1目鎖編みをしてこっちも68目目を作って、こっちの角も1目鎖編みをしました。だから全部でいくらになりますかね、36も138目ですかね、138目、全部で138目にしています。それで2段目はこのレース針の0号で編んでいます。で模様もですねこのファスナーの長さに対してこうあまりここの目数が多かったらこう横広がりにちょっとなるかなと思っていろんな編み方してたんですけど、私はこの松編みでするとこうこのファスナーの幅に対してこうまっすぐなりました。で今松編みでずっと作ってるんですけど、何せこのレース針の0号なので全くこうこのね表示に変えている針とは違うんですよね。こっちもかぎ針の3号と書いてあるんですけど、
きつめに0号で編んでいます。かっちりして、かっちりした感じ、針もちっちゃいですし、きち詰めて編んでるので、ちょっときつく編んでるので、まあいい感じに編み上がっています。今のところはですね。それでこれは本当はポーチ、通帳が入るぐらいのポーチにしたかったんですけど、この残り糸の残り糸を見ると、どんなかな、出来上がりのね、あと長さがどのくらいになるかちょっとわからないんですけど、足らなかったらペンケースにしようかなと思っています。で、私はこの片方68目したんですけど、もうちょっとこう数、目数減らしてもいいかなと思って、この間隔をね、もうちょっと広げて、そうですね、68目なので片方が65目ぐらいでもいいのかなと思って、68目だったからちょっときつく編んでるんですよね。ちょっとやっぱ試して編んでみないとこればっかりはちょっとわからないですね。ファスナーがこれは20センチなんですよね。20センチのファスナーで松編みで、5目模様の松編みで編んでいます。この糸はテープ状になってて、テープ状の糸なん、糸なんですよね。松編みを同じ目数に長編みを5個5つ作って、この前の段の松編みのちょうど 3つ目ですか、そこに細編みで閉じて、次も止めたところの目に松編みをちょっときつめに編んでいます。1個使ってしまって通帳ぐらい入るといいんですけど、多分入らないでしょうね。他にも1個ずつしかないんで、他の色をね混ぜるのもちょっと色がね違うから嫌だったんで、足らなかったらペンケースにしようと思います。ファスナーもね前まとめて買ったのがちょっとまだあるもんですからね、使いたいんだけど縫い付けるタイプをもうちょっとこう練習してね、針で縫い付けるようにしたいんですけど、編み物は好きですけど、針仕事がなんかね、縫い物系が苦手なもんですから。同じところに5つ編んで、こんなして留めますよね。私も動画アップするのに結構編みましたね。
はまだ途中経過ですけど、ファスナーにね編みつける動画とかもアップしたいので、それはもう来年になりますけどね、あらアップできたら、来年に初め頃にアップしたいと思います。この編みつけのね動画をね。今年を振り返ると、年の初めから病院が用意して、目の病気と甲状腺が再発して、前の動画でもこう言ってましたけど、とだいぶね目の方も回復して、やっぱり飲み薬のね強いの飲み始めたから、効き目はやっぱりすごかったですね。目薬ではやっぱり治せませんでした。ステロイドのね飲み薬を飲み始めてから急激に回復しましたけどね、その影響でなんかね顔がむくんで腫れぽったくなってしまったんですけど、まあね顔はしょうがないですもんね、目が早く治りたかったからですね。甲状腺も今までね薬もらいに毎月病院には内科にはね行ってたんですけど、途中から甲状腺の数値が上がったり下がったりで、そのたんびに毎月、今年はもう毎月採血、血管が、私の血管細いんで血管が出ないんですよね、なかなか。それで手の甲に採血したり、いろいろ場所を変えて、だからもう外来行くたんびに薬もらうたんびに採血して、いつまで続くのかなと思うんですけどね、落ち着いたらね採血もしなくていいようになるんですけどね。病院行きが今年はもう多かったですね。でもね楽しいこともたくさんありましてね、4月から私も YouTube を始めたんですけど、まさかね YouTube はね編み物を見たり、他のね編み物以外の YouTube を見ながら過ごしてたんですけどね、なんでか知らないですけど、自分もやりたいって思い始めたんですよね。編み物しながら、したいなと思って。でもね YouTube のこととかじゃ全くこう分からないしですね、最初からどんなして YouTube 撮ったらいいんだろうとか、始めたらいいんだろうとか、もうずっと春頃からどんな風にしたら YouTube 始められるんだろうとか、いろいろそれもまた YouTube で勉強して、なんとかこう今に至ってるんですけど、最初ね僕が撮る時とか一人で結局喋るじゃないですか、そんなことしたこともないしね、ましては田舎のおばあちゃんだから方言丸出しでね喋ったり、緊張がガチガチ緊張したりして、自分は続けられるんだろうかとか思いながら毎回 YouTube 撮ってたんですけどね、今でもねなんか録画しながら網手元を映しながら撮っても画面から外れてますしね、全然成長してませんよまだ。でもねこんなして動画を撮ってね、コメント欄に編みましたとかありがとうございましたとか励ましのねコメントいただいたり、お礼のコメントいただいたりね、なんか本当動画撮ってて
YouTube を始めてよかったなと思いますよ。ね、こんなして手元を映しながら下手な喋りですけど、本当喋りはもう本当できなくて、いつもそれが悩みなんですけど、皆さんにねコメント、温かいコメントいただいて本当に嬉しくて励まされています。たくさんの方に見ていただいてね、嬉しいですね。やっぱりこんなね喋りの下手なおばあちゃんでも見てくださる方がいるんだと思って、また頑張ろうという気持ちになりますね。やっぱりそれにライブにもね参加させていただいて、皆さんみたいにね次から次にはコメントは書けない、チャット書けないんですけど、挨拶してちょこちょこっと参加するくらいですけど、なんかね楽しくチャットに参加して皆さんのパワーをもらっています。今までとはね違うこうなんか生活スタイルが今年はありますよね。本当編み物しててよかったなと思います。家族もね、お母さん登録者何人になったとか言うんですよね。で何人になったよって言ったら、わすごいねってお母さんでも登録者があるのねって言われますよ。ちょっと間違ったね。小学生の孫なんかもね、自分のお友達のお母さんに、自分のおばあちゃんがね、YouTube をしているっていうことを言って、なんとかちゃんのお母さんがチャンネル登録してくれたよとか孫娘が言ってくるんですよね。あら、チャンネル登録してくれたのって言って、孫にまで協力してもらってます。今年は YouTube をしだして楽しく、まあ忙しいんですけどね、楽しく過ごさせてもらってます。なかなかね暮れとか正月はね編み物もできないんですけどね、子供たちが集まるから。仕上げて何日かしたらね日常に戻ると思いますので、またねいろんな動画をねアップしていければしたいと思いますよ。すぐにこう編めてるかなと思います。まあ、課題はねこう初めてこう編みつけて作ってるので、まあ出来上がって課題も出てくると思いますけどねこんな感じで松編み模様のファスナーポーチを今編んでる途中です。まあ、全部ね編み上げてしまいたかったんですけど、なかなかこうする暇がなくて、途中まだ途中だったんですけどね、最後の
動画にアップしようと思って今回アップしました。今回はね、以上で途中経過ですけど、この辺でまた終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。